皆さんこんにちは。こんにちは。親権不動産屋のひろたです。今日はですね、2回目の登場、光栄です。DM ラブの深澤さんの方にいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。今日はですね、はい、深澤さんとちょっとお話ししたい件というのはですね、はい、まあ、3月の中旬13日の賃貸新聞ですね、はい、仲介手数料0円の手法多様化という記事が載ってたんですね。でこの前にもっと動画でも取り上げたんですけど、はい、リベダイ不動産なんですね、はい、ところが出てきたりですね、はい、仲介のビジネスのスタイルが新しくなってきた感じなんですけど、うん、このあたりの話をちょっとね聞きたいなと思ってるんですけどね、はい、はい、おっしゃるように、はい、新しくなったのか、はい、いわゆるこれはもう元々こういうことはありましたというか、うんうん、正しいと言いますか、うん、まあ、ちょっとどういう表現で言ったらいいかですけどね、はい、私どもは大阪で当時ね、はい、あの仲介をやっていた時っていうのが、はい、繁華街とかでお店やってるとですね、はい、お仕事をされてる女性の方がですね、で、まあ、僕らからすれば家賃対応も高いですし、はい、それは全然いいんで、はい、でも物件紹介するじゃないですか、はい、そしたらですね、そのお店についている、うんうん、まあ、いわゆるこれは宅建業者ではあるとは思うんですけど、はいはい、みたいな人たちがですね、結局その僕たちがコピーして、はいはい、渡したやつを持って帰ってですね、なるでその人たちが契約すると、なる、まあ、当時ちょっと言葉悪いですけど、僕らそういうの飛ばしとか言い方をしてたんですよね、はい、でそれがね一時結構ブワッと、でやっぱり大阪って広告料たくさん出ますから、お、ね、はいはいはい、広告料って言っていいかどうか、はいはいはい、たくさん出ますから、あの全然商売になっちゃうんですよね。で、うん、一時期、まあ、これは一時期7年8年くらい前の話ですけど、うん、もうとにかく、まあ、それは別にその方たちがどうこうっていうんじゃなくて、うん、とにかく店に来てもうコピーを渡すっていうこと自体、はい、なんかもう怖いよ、はい、なんて、はいはい、まあ、うちの店に限らずいろんなところがやりだしましたね、うんうん、なるほどですね。だから渡さない、逆に渡さない。なんかその話は昔から、あのこの前もね、はい、別の方と話した時もね、はい、現場ではそういうことって起きてるんだよ。そのいわゆる、まあ、仲介手数ゼロではないんですけど、うん、その他社のその情報で物件を決めちゃうっていうやつですね。ただ当時は良かったのは、うんうんうん、そのポータルサイトに物件名が出るとか、はいはいはい、結構住所の松がなかったとか、いわゆる中男三丁目まで、意外と、分かんなかったりする時はそれでよかったんです、うんうんうん、だそれをとにかく資料を渡さなければ、うんうん、で今おっしゃる通り、ここにね記事に載ってるようにその持ち込み型って書いてありますね。持ち込み型っていう斬新な言い方なんですけど、まあさっき言った通りですよ、うんうん、だ一応表向きはポータルサイトでお客様が、はい、物件探しをし、でこの物件ありますかっていうふうに持ち込むんですよね。そうですね、はい、で今は結構もうね、ありとあらゆるそのメディアというか、それこそ Google マップ見れば分かるんで、はいはい、みたいなところから物件を特定して、はい、まあ、それが客付け可能であればご紹介できるんでしょう。そうですね。ただ書いてるのが、まあ、それも広告料があればあれどうなんですかみたいなね。そうです。それともう一つのやっぱポイントとしては、はい、そのお部屋を探している人から仲介手数料を取らないっていうところがポイントなのかな、うん、っていうところはありますけどね。いずれにしても、合法的な仲介手数料っていうのは、いずれにしても借り主貸主合わせて1ヶ月って言ってますから、それをね、承諾を得ることで片方からっていうのもありですから、そもそも借り手をゼロにして貸してから1ヶ月、うん、まあ、いただくということで成立するんであればですね、うん、それ自体は別に何もないじゃないですか、はいはいはい、だから取り立ててこの手法に関してですね、うんうん、でそれをまあ公然とですね、持ち込み型ということによって、はいはい、まあ、確かにいろんな圧力はあるんでしょうけど、うん、まあそうですね、想像するに、まあでもしゃあないですよね。これだけインターネットで情報がこう透明化されてる、ね、ということをやっぱり考えないと。結局その昔からある手法でね、はいはい、物件自体を自分たちの商品にしちゃう、まあ、一番分かりやすいのは、はいはい、仲介会社の社長がマンション買って、はいはいはい、自分ので自分のこの店だけで客付けすれば、うんうん、それは確かに誰にも目をかけないですよね。ただその大家さんの物件を預かってるところは、まあ、いわゆる囲い込みっていうですよね。うん、でその囲い込みですらも、うんうん、オーナーさんとちゃんとそこをね、うん、合意のもとに、はいはい、例えばお客さんを選ぶという観点からすれば、いろんなところから申し込み取っちゃうとっていう言い方もあるじゃないですか。そうですね。本当それ悪い話だけど、はい、うんうん、ただうちの、うん、まあ言ったら募集力というか、うんうん、これだけお客さんが来てる中でこの特別な物件としてご紹介するのを、うちだけにやらせてもらいます、うん、その代わりきちっと僕らが、まあ、言ったらカウンターで、うんうん、まあ、面談しながらお客様を見極めますとか、
そうですね。そういうなんか、で、このやっぱり問題点って、大家さん側が、その、自分のお部屋の売り方が見えないところがありますよね。うん、その管理会社さんなり、仲介会社さんにお願いしますねっていうところまでは当然わかるんですけど、その先がね、どうなってるの？これ取引の特殊なところで、うん、どうしてもその仲介会社というか、うん、そういったオーナーさん、所有者が、そのお客さんを紹介してくれるところを1個挟んでやってる、まあどんなビジネスでもダイレクトでやるっていうことがない限り、はいはい、間でそういった媒介なり何かが入る、はいはい、だから問題は結果としてお客様の顔が見えない状態で物件に受け入れなくちゃいけない。で、あのそれが例えば本当にね、投資目的で自分は例えば東京に住んでるみたいな、はいはいはい、まあ、要はそこがちゃんと利回りするという前提で管理会社と握っている部分はですね、どんな方が入居されても家賃さえ返し、まあ、もちろんそうですよね、うん、ただ例えば最上階に住まれて、うん、そうですね、下でそういう方はいらっしゃいますよね、うん、やっぱりそこはモラルのある人に住んでもらわないとストレスの元になるじゃないですか、うん、だから仮に僕は持ってないですけどね、うん、僕がその立場であればやっぱり入居する方とやっぱりきちっと面談するとかっていう、逆に言うと入ってもらったらすごくサービスしたいじゃないですか、うん、そうですね、うん、もちろん気持ちよく住んでもらいたいし、だからこそできる限りのサービスをしてしたいんですけど、それが響く人に入ってほしいっていうのは、別に入居者を選ぶっていうことのなんか差別かね、うんうん、そうじゃないですか、当然そうです、商売でもあるし、まして自分の武器に人を他人を入れる、まあ一緒に住んでるわけです、ね、そうそうそう、うん、そこはそいろいろそのビジネスの形態っていうかね、まあ0円にしてもいいですし、はい、そのよそのね情報でも仲介しますよっていうのもいろいろあると思うんですけど、中にはなんか面白いのありましたよね、あの内見の回数で仲介手数料が決まるとかね、なんか1日で決まると 30% で、2日になったら 50% とか、なんか仲介手数料が変わるんだっていうのもなんか出てましたけど、まあそれも合理的では、合理的ですよね、その当然そのコストがかかれば確かに、ね、僕らも仲介業やった時に思ったのは、うん、やっぱり制約しないとお金がもらえないっていうのはすごく不条理なんですよ、そうです、実際それだけの時間を使ってエネルギー使って結果として制約しないとっていうのは不条理な気はしましたね、まあありじゃないですか、まあそんな話で、ただ内見してやっぱり制約しないと手数料もらえないでしょ、そうそうそう、もちろんそうですよ、内見料もらったら内見料もらわないもらわないっていうことです、ね、もらってもいいですよどうなんですか、どう難しい、その代わりになんか会社用意しましたとかね、まあだから逆に言うとそういうビジネスでこれ見てるとやっぱりもう不動産屋さんにお客さんが行って、お連れして見せて帰ってくるっていうスタイルじゃないですね。どうも現地待ち合わせっていうのは基本みたいですね、最近ね。もちろんそうですよね。だいや、でもね、まあ結局その車で移動するとか、うん、そういうホスピタリティな話っていうのも含めてなんですけど、うんうん、やっぱりどこまで行ってもそのネットで物件をまあ見て契約するっていうことができる人と。はいはいはい。やっぱりとはいえ、できないですよ、ね、できない、まあ、もちろん初めての一人暮らしでとかっていう方は、うん、やっぱりそういった形で何件かもあとはやっぱり紹介してくれる人の人柄でちゃんとマッチングすればね、うんうん、やっぱりいろんなこと聞きながら、そうですね、やっぱり納得して済まないと、そこから先の未来っていうのはそこの街から始まるわけですよ、その家から始まる、うん、そうですね、すごい重要なんです、うん、だけどあのなんか、うん、あの何回も引っ越ししてる、まあ、転勤とかの人、はいはい、まあ、まさにそうで、同棲地に会社に近かったら何でも嫌みたいなね、こういう人もいるわけです、うん、だからそこはやっぱり探す方に応じた、うん、サービスサービスもあるし、こういった手数料ゼロもそうですし、はい、持ち込み型もあると、はい、まあ、いろいろこう新しくこう形態が変わってくるんですけど、はい、今後やっぱりこういう方向に行くんですかね、だからさっき言った、うん、多様性です、うん、やっぱりこう両極端と思います、うん、よく言ってた、僕は某エイブルのフランチャイズやってましたけど、うんうんうん、要は半月にしたから当然お客さん来るんですけども、うん、はいはい、でもちゃんとすれば逆に1ヶ月でもお客様はお支払いいただける、ね、うん、要は何があってさっき言ったやっぱりその内容ですよね、そうですね、どうしたかっていう内容、何を求められてるかっていう、やっぱりどうしても東京に初めて出てくる、うん、初めての一人暮らしを、まあ、土地勘がないとかね、うん、よくある話、6畳ワンルームっていう6畳が、うん、ご承知のように賃貸マンションの6畳って、はいはいはい、まあ、乱暴な言い方すれば畳6枚入ったら6畳、うん、そうそうです、ね、俺なんで6畳なのに近くいんだろうこの部屋みたいなっていうこともありえるじゃないですか、そうですね、だからやっぱりそこでそういったそのね、お手伝いが必要な方は、うん、お金払ってでもやっぱりこの街のこと
で東京のじゃあどこに住んでるのかっていう、はい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 、やっぱりそういった情報も含めて部屋を探されるという行為はやっぱあると思います、うん、なるほどね。だからこれでいい人はむしろそういう人もいるし、うん、むしろこうもっとこうねきめ細やかなサービスが欲しい人はいるし、当然それでコストが違いますよっていうような、うん、だしでショートカットしていい人はもうまだ欲しいですから、ね、そんな、うん、だんだんこう分化していくんですかね。そうですよね。そこでやっぱり大家さんはねどう考えるかっていうのもね大家さん的にはいろいろね考えていかなきゃいけないので、この前もちょっとねお話ししたんですけど、そのどうもその情報の出し、これあの今その持ち込み型と言われてるやつは一生懸命広告出してもお金かけてね仲介がよその人に取られちゃうからなかなか広告出さなくなっちゃうんですね。そうすると仮にポータルサイトから持ち込みをされるということであれば、いわゆる元付けと言われている業者さんにしてみたら、やっぱり掲載してはコストかかりますよね。そうですね。それはトンビが油でみたいな話、うん、そうすると、やっぱり、まあ、前の回でもちょっとお話ししたんですけど、大家さん自身がね、やっぱ発信する手立て、今いくつかありますけど、そういうことがやっぱりなんか必要になってくるっていうかね。そうですね。そうすると、まあ、明日からなるとか明後日からなるという話じゃないんですけど、傾向としてはね大家さんの発信力ってすごく大事になってくるかな。でもこれはすごく難しいんですけど、うん、大家さんの立場からすれば、はい、あのそれは逆に言うと対岸のみたいな話で、はい、そうなんですね。ここの話は、うん、あの最終的に大家さんからすれば自分としていい入居者を紹介してもらえるんであればっていうことが大前提ですから、どう捉えるかすごい難しい、うん、難しいところですよね。あ、それはやっぱり皆さん考えてるから でも管理会社で仲介業をやっている人たちの立場からすれば、さっき言った結局物件を僕らが加工しかない、で加工ことによってどこに資料が出ようが付け出ないわけですよ。ほんならそれをオーナーとちゃんとその自分たちが囲うということに対してオーナーさんのメリットさえきちっと提示できればそれはありだと思うんですよね。僕なんかは逆に誰が持ってきたか分からないような状況、僕が仮にオーナーだとしたらやったらもう確実に1ヶ月以内に何とかしてくれるんやったらという条件付きで知ってるところにちゃんと見てもらった方がいいなって僕は思いますよね。あの入居審査っていう言葉がある以上家主さんが審査するんでしょう、保証会社とか含めて。やっぱり一番強いのはその店舗で接客してる人が入居者の方の性格も含めて一番分かってるわけです、うん、まあそうですね。でも失礼ながらこれも言っちゃっていいですか経済的には問題なくてやっぱり性格的に問題のある方っていうのが入られると面倒くさいわけですよいろいろとね。そうでしょ。そうですね。あのその辺はねよくこう聞く話だし、あの経験的にもそのフロントの女性がちょっとって言われて、やめなさいって言われて、いらなかったね、結果的に。その人、隣の不動産屋さんで別の物件に入って、やっぱりトラブって、はい、っていうことが、ね、それは、ね、あると思います、ね。だそういうリスクを考えたときに、今申し上げたみたいに、逆にオーナーさんが仲介を選ぶ。あなたを信頼します。まあ、店長なんですけど、ね、こういう関係性はありかなと思うんですけどね。そうするとやっぱりその変革してるわけじゃないんですけど、両方にこう寄ってるっていう感じの時期ですからね、大家さんもよく見極めながら、今度自分としてどっちがいいのかなっていうのも考えていかなきゃいけないっていうのが結論的なことになるんでしょうかね。はい。いや、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。